どうも、サシコンです。サシコン民クへようこそ。え、今回はですね、なんとね、朗報でございます。ザクロマニヨンズがですね、なんと、なんと、ニューアルバム、えー、マウンテンバナナが発売されます。2023年1月18日に。で、なおかつ、その1ヶ月後にですね、全国ツアー、えー、ツアー、マウンテンバナナ2023というわけでですね、えー、と、約春 5月ぐらいまでやってるんですかね。それでね、僕もね、ちょっとツアー参加させていただきます。多分ね、大阪と京都行くと思います。大阪がね、なんとね、大阪城の、の大阪城ヤオンでやるんで、あの、あそこね、一回だけクロマニオンズのライブっていうか、まあ、ヘスみたいな感じで見たことあるんですけど、あそこね、ほんとね、惚れ惚れしましたね。うん、もうほんとね、もうそこの公演期待がぜひ当てたいとは思っております。では早速ね、ニューアルバムのね、あのちょっと詳細を見ていこうと思います。まあ、とりあえずね、2023年の1月18日に、 アルバム、え、もう16枚目か。17枚目分かんなくなってきた、もう。いつもね、クロマニオンスのアルバムは何枚目かって考えるときは、まあ、ジャングル9を基準にして考えるんですよ。だからジャングル9だから、9枚目だから。うん。で、今回の収録曲がですね、ま、ああの、今 NHK であの、さからくんがやってる番組の主題歌をやって、あの、命の回しも収録されております。なんからその関係か知らないけど、なんか動物に関係してる曲がいっぱいありますよね。うん、なんか、えー カマキリ怪談部長とかでんでん虫、しいったもんいったもんやはまあ妖怪ですけどまあ命のマチって言ったらさかなクンの番組のやつですしドラゴンとかもうすぐだぞ夜犬、キングコングだなんかほとんどがなんか動物関連動物の単語が入ってる曲なんですよねでまあ今回も LP 版もレコードも発売されるんで今回はねもう絶対にレコード買いたいなといつもさ俺 あの、レコード版はさ、もう、まあ、あとで買ってもいいかなと思って、それ、それで、まあ、あの、の、いつもさもうそ,その時に限っても、なんかレコードがもう発売、終了みたいな感じになってるんで、もう今回はもう一刻も早くレコードを返し見ようと思います。で、今回のツアーはね、まあ、残念ながらライブハウスではなくて、全部ホールですね。うん。で、あの、まあ、有名なとこで言うと、あの、何だっけ、ZEP 羽田ですか。まあ、ZEP 東京から ZEP 羽田になりましたからね。ZEP 東京だったり、えー、 名とと、でう岡山市民会館ね、広、まあ、との地元で、ブルーハウスの時からやってますよね、岡山市民会館で、あ中野サンプラザーホールもやりますね、東京がね、3公演あるんですけど、東京が3公演あるんですけど、まあ残念ながらね、ちょっと大阪がね、1公演しかないんですよ。だからその大阪、 公演というのがさっき言ってたあの、大阪城音楽堂の1個だけっていうことでね、これ結構なちょっと倍率になるんじゃないかと。だからちょっとそれをちょっと見計らって、ちょっと京都公演もちょっと、京都公演かなまあ、まあ、神戸かなま、神戸の方が近いんで、ま、神戸公演もちょっと予約しようと思います。ちょっと先行予約で。うん。やっぱね、クロマニオンズって言ったらね、ま、ライブも楽しいし、やっぱもう、 クロマニューズのライブ自体がやっぱ僕の精神安定剤といっても過言ではないと私は思っております。でもなおかつ、ね、グッズも可愛いからね、それ毎回言ってるけど、今回の T シャツも、まあ、ちょっといい感じのダサい T シャツがいいよね、やっぱ。うん、なんか一部のファンからまあダサい T シャツとか言ってまあいて、ダサいのはダサいけど、やっぱそれがね俺好きなんですよね、やっぱ。うん、いやー、楽しみだね。でも公演数もちょっと少なめですね。やっぱ全盛期の時はなんか70公演とかね。 でしかもなんか、クロマンニョンズのワンマンライブでなんか、野外でやるっていうのは、なんかどうやら、うんぽぽツアーの日比谷ヤ音以来らしいです。うん、俺、うんぽぽツアーあんまり詳しくないけど、だからその時は小学生だからあんま詳しくないんだけど、あ、クロマンニョンズを日比谷ヤ音やってたんだってちょっと改めて思いました。まあそんなことはともかく、ちょっと大阪公演はちょっと絶対行きたいねちょっとお、ね、神様お願いします。ほんとちょっと。 あのチケットを当ててください、本当お願いします、もう,いもうその日までずっといい子でやっ,てやっておきますんで、本当お願いします。というわけで、クロマニョンさん、あと、ね、シングル、命のマーチンもね、もう発売されますからあ、そういえばシングル発売のことはあの動画にはしませんでしたね、申し訳ない、忘れた。<laughs> まあ、とりあえず、もうアルバム発売は本当嬉しいことなんで、ちょっと長々と喋ってしまいましたが、とりあえず、クロマニョンさんのアルバム、本当楽しみです、また買ったらね、ちょっとデビューさせていただこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。